電灯電球、キセノンランプキセノンランプキセノンアークランプの発光スペクトルキセノンランプ、またはクセノンランプは高気度放電灯の一種で、キセノンガス中での放電による発光を利用したランプ。講義には、放電による紫外線で蛍光体を冷気させて発光する気ガス蛍光ランプもキセノンランプに含めることがある。また、点灯時のミキセノンの放電による熱を利用する メタルハライドランプの一種もキセノンランプと呼ぶことがある。また、キセノンランプのことをキセノン電球ということがあるが、キセノン電球はキセノンを封入した白熱電球を意味することもある。ただし、これらについてはこの記事では扱わない。単に、キセノンランプといった場合、アーク放電を利用するキセノンアークランプを指すことが多い。それ以外では、グロー放電を利用する 低圧放電灯に分類されるものがある。キセノンアークランプは、放電路の長さにより、キセノンショートアークランプとキセノンロングアークランプに分類される。キセノンロングアークランプの一種にキセノンフラッシュランプがあり、それ以外のものをキセノンアークランプと呼ぶこともある。白熱電球は、フィラメントという電線に通電させることによって、光を得ている。それに対し、キセノンランプは、 キセノンガスを封入したガラス管の中に電圧をかけ、放電させることによって光を得ており、フィラメント方式より消費電力が低く、また理論上急切れの心配がないため長寿命である。点灯時の内力は通常に M4 音波に設定されているものが多い。発光効率は赤外放射と熱損失が大きく、25から30リッター M。 W と放電ランプとしては低いが、それでも白熱電球の2から3倍程度あり、また可視光域の分光分布が太陽光のそれに近く、遠色性に優れている。加えて、指導から高速が安定するまでにほとんど時間を要しないのも特徴の一つ。電極間の距離が数ミリメートル以下のもの、輝度の高い天候源として映写用、印刷用に、また、 標準光源としても利用される。点灯管部分は比較的高温になるため、石英ガラスが用いられる。通常直流点灯されるが、点灯時の特性が不特性となるため安定器が必要になり、また、手動用の高圧パルス発生装置が必要となる。電極管の距離が5から10センチメートル程度あるいは、それ以上のもの。一般に交流で点灯される。 点灯時に点灯管部分が非常に高温となるため、冷却が必要となるが、冷却方式により、水冷式と空冷式に分かれる。通常 1kW 以上の大型のものとなり、非常に大きな高速が得られるため、屋内、屋外にかかわらず、広範囲を証明する用途に用いられるほか、レーザー冷気光源や航空機誘導等としても用いられる。特に大型のものの場合、 内部気圧を1 0 0スカルに下げ点当時の特性が正特性となるようにしてあるものが多く、この場合安定期が不要となる。キセノンロングアークランプのうちコンデンサ等を用いたパルス光の発生に特化したもの。発光時間が極めて短く、発熱量も少ないため冷却装置は不要となり、また関係など全体的に小型化されている。 発光管部分の温度も低いため、石英ガラスの他か,かシリカガラスも用いられる。写真撮影用のエレクトロニックフラッシュとして多用される。天候を短時間に確実にさせるため、点灯管外面にトリガー電極が巻き付けられている。点灯の方法には、点灯時ごとに高電圧をかける、トリガー方式と非点灯時も微弱に電流を流し、高速に点灯させることを可能にした。 シマー方式がある。ありがとうございます。